ガルタ仙台と湘南ベルマーレの選手が勝負の舞台ユアテックスタジアム仙台に入場となります。タリックが前線でキープすると一気に湘南の選手が前に人数をかけます。旗中バラダヘッド、岡本折り返し、ウェリントン、ウェリントンの高さ、先制ゴールを開けました。湘南1点先制です。直接対決、やっぱりこのセンタリングに対して岡本がしっかりこの位置にいたことが素晴らしかったですし、冷静に丁寧にセンタリングできたところ素晴らしかったですよね。あとはウェリントンのこの下がりながらのヘディングですか、彼にしかできないようなヘディングですよね。素晴らしいゴールでしたね。湘南としては今日勝ち点3を取れば当然残留へ大きな大きな前進ということになるわけなんですが、またシュートに行く、思い切ってシュートに行きました。タリクです。湘南、アビアタビアが持つ、ウェリントンの守備剥がす、上原シュートいった、グランダー、ここは谷が抑えました。巻いてくるボール、そのウェリントンを越えて残してシュート、ブロック薬物を引く、ビッグセーブを見せました。ナイスセーブですね。素晴らしい反応ですね。後ろにウェリントン上がってきて、岡本、バラダも寄せる、そのバラダ中、柔らかいボール、平岡こぼれてシュート、アウトサイド、ドアッと、これは決定機外れました。最後岡本のシュート、まあその中で、ボランチの、ボギーニョ選手ですか、ボールを回収できる力ありますので、はい、流れを変えてほしいですよね。そのボギーニョボールを奪って、さあ出足のいい守備、シュートいった、追加点、岡本のシュートが仙台のゴールに突き刺さりました。2点目、大きな意味を持つ追加点、湘南その中で2点目を奪ってきました。ここのミスを岡本選手は逃さなかったですね。ここの抑えたシュートも素晴らしかったですし、ここの自分のマークを捨てて、ここをボールを奪いに行ったところが全てですよね。シュートも素晴らしいゴールでしたね。その雪辱を期す一戦、大きく蹴り上げる、ここで試合終了の笛が鳴り響きました。湘南残留へ。やりゅうまいらさぶさかいなかライク、サブスクライブ、プッシュノティフィケーション。ライク、サブスクライブ、プッシュノティフィケーション。